はい、こんにちは。今回 Google からですね、メッセージが来ました。新しい Google のアナリティクスができたそうです。それを Google アナリティクス4というふうにね、名付けられていますけども、えー、こちら文章を読んでみますと、2023年の7月1日をもって、ユニバーサルアナリティクスプロパティがあ終了するというね、サービスの停止をここで連絡されてるんですよね。その後の、まあ、いわゆる、 後継となるのが今回の Google Analytics 4ということになりますけども、私の方にはですね、この Google Analytics 4の設定をしてくださいよというふうなおすすめが来てますんで、後ほどこれ設定していこうかと思いますけども、まあ、この時点でね、Google のアナリティクスって何やって方は、まあ、あんまり今まで関わりがなかったと思いますので、このままそっと動画を閉じていただいて結構だと思います。まあ、何にしてもね、インターネットのビジネス、 インターネットでお金を稼ごうとすると、まあ、様々な設定が必要になってくるわけですよ。そして、その一つの重要なものとして、Google から提供されている Google Analytics、今回4っていうのがあるわけですけども、その、インターネットのほとんどはですね、私もそうなんですけども、Google に依存しています。まあ、いわゆる Google の社員みたいな形なんですよね。まあ、ですんで Google が社内規則を変更したら、 そのリリースに従って私たち Google のユーザーもいろいろと変えていかなくちゃいけないんですよね。つまりは Google の子会社である YouTube も同じです。YouTube に毎日私なんて出社してるようなもんですから YouTube がこうですよって言ったらね、それに従うしかないわけですよ。少しだけちょっと文章を読んでみましょうか。 えっと、2023年7月1日までユニバーサルアナリティクスプロパティで新しいデータを利用し収集できます。この日よりも前にユニバーサルアナリティクスで処理されたデータはその後少なくとも6ヶ月間アクセスできます。Google はお客様のデータが重要であることを認識しております。この機会に過去のデータをエクスポートすることを強くお勧めします。ユニバーサルアナリティクスの全機能サポート終了日については数ヶ月後にお知らせいたします。全機能のサポート終了日以降はユニバーサ アナリティクスのレポートアナリティクスのインターフェースで表示することユニバーサルアナリティクスのデータに API 経由でアクセスすることはできなくなりますと Google アナリティクス4への移行についてご不明な点がございましたらヘルプセンターをご利用くださいということが書いてますよね、えー、ということでね丁寧に私たち Google のユーザーにお知らせしてくださっています、まあ、繰り返しますけどもこの意味が分かんない方は特に今回の連絡無視しておいても構いません、えー、とりあえずはね この連絡が来たら Google Analytics 4の設定をしておこうかなっていうところですよね。今日お知らせすることはそんな感じです。以上です。